こんにちは、もたいです。私たびたび毎日動画を投稿しているものなんですけれども、ブルーロックを主に投稿しちゃってるんですよ。毎日私のそのぼやきをその不特定多数に体当たりでそう、そんな気持ちでそうやってるんですけど、思ったんですけど、私自分が話してる内容エゴイストたちに知られたらどうしよう、エゴイストたちが私の配信を聞いていたらどうしようということを考えて、できれば聞いてほしくないんですね。できれば全員聞いてほしくないんですけど、その中でも誰だったら許せるか、誰だったら動画というかアカウントから消したくなるのかっていうのをちょっと自分と対話したいなと思って今回やらせていただきます、一人一人でね。さすがに全員分だと申し訳ないので誰に申し訳ないんだろう、何に申し訳ないんだろう、ちょっと厳選しました今回は、申し訳ない。でまずは潔くんだけど、潔くんね、ちょっとね、わからない。いや見てほしくはないよいやもう誰でも見てほしくはないもん。ちょっと待って、潔くん最後でもいいかな、ごめんね。何に対しての謝罪かわかんないけどごめんね。バチラくんはダメだよ、バチラくんこんなもん見ちゃいけないよ、バチラくんどうかたどり着きませんように。私の精神のダメージとして陽キャはきつい、とてもきつい。私5人絶対に私の動画が当たらない人を5人選べますよって言われたらその中の1人に入る。なんで5人って言ったんだろう、もっと言っとけばよかった5人か、そのうちの1人はバチラくんか。だってきつくない、キラキラなバチラくんに見せらんないよ、いけない。だから、まあ、5人中の1人はバチラくんか。だってもうバチラ君に見せたらもう何らかの法に引っかかる記載してるもん、罪状わかんないけど。国神くきついな、きついきついきついけど5人中かって言われるとそうでもない。でも戸惑うと思う、彼は、私も戸惑う戸惑うしか生まれてないじゃん。あ、でも美味しい位置ではあるよ、国神くん。私の動画だと君は美味しい。君が美味しいと感じてるかはわかんないけど。どうしよう。いや、でも5人中の1人には含まれないからな。その筋肉で全て弾き飛ばしてくんないかな。聞いてほしくはない。見てほしくない。でも、国神くん。いや、でも、もうなんかいっか。なんかいっか。そう。バチラくんと比べると、だいぶ私の精神的ダメージが低いので。国神くんのダメージは計り知れないかもしれないけど、ちぎりくんダメに決まってるよね。ちぎりくんだともうアカウントごと消したくなるもん。よくない、恥ずかしいとかじゃない、消えた消えたい消えたくなるじゃあ2番目だ。だってもうちぎりくんの傷になる可能性だってあるじゃん、何話したっけいつもそんなこと言ったらさっきの国神くんどうなんだよって話なんだけど、でもでもちぎりくんはちょっと私の精神的にきつい、嫌だよ。でも自分がなんて言ってたか思い出せない。だってちぎりくんの動画あんまり作ってないし。作ってない、あ、じゃあ打率は低い打率は低いか、届く可能性の打率は。でもな、やっぱりアカウントごと消したくなる。じゃあ2番目はちぎりくんでお願いします。どうしよう、もう残り3つしかない、頑張ろう。リンくん大丈夫、リンくんはいいよ、リンくん全然いい、興味がないと思うから全然興味ないと思うから全然バッチリよ。なんか無駄なことしてんなとかそんなこと言うかどうかもわからないぐらい多分興味がない。あと調べない、行き着かない、見たとしても見てない。いや、それぐらい信頼してるリンくんのこと。だからリンくんはいいな、全然 OK です。リンくんはありがとう、リンくんありがとう、ありがとう、もう目を見て言う、ありがとう。あ、さえくんもいいね、さえくんもいい、ありがとうありがとう愛しブラザーズ私に興味がなくてありがとう、全然興味ないよ。 YouTube って見てる？ YouTube って知ってる？いや、バカにしてないけど、いや、過去のプレイとかしか見ないもんね、おそらく YouTube を見てるとしても。あ、じゃあ私に行き着かないか。いや、でもそのなんか不意に事故で見た瞬間とかあったとしても多分興味がないんだよね。リン君と同じで見てるけど見えてない。聞こえてるようで聞こえてない。いいな。いや、愛し物件いいですね。ありがとうございます。ちゃんと目を見て言う。ありがとう。
あ、ちょっと調子がいいのでは、あと3枠しかないけど、私なんであんなにキャラの名前いっぱい書いたんだろう。もう少し少なくしとけばよかったのに。でもまだいけるいける、今ちょっと調子がいい。あ、バローくん全然いい。興味ない方ですね。興味ない方ですね。なんか言われたとしても、まあ例えば無駄なことしてるなとか言われたとしても、まあ確かにな、私とりあえず口を回してるだけだから、ちょっとおっしゃってる通り過ぎて何も言えないんだよね。うん、あ、全然、あ、大丈夫、はいはい、ありがとうございますキング。ちょっと教育上よろしくなくない、ツルギザンデス君だと。どうしよう、私ね全然意味がないんだよ本当に。特に意味はないのよ、私の動画内容がないの。だからそこにツルギザンデス君が内容をその考えてしまったりとか、これはこうなのかって思ってしまうと、彼はどうにかなってしまうかもしれない。あ、じゃあツルギザンデス君には見せない方が。いやでも貴重な枠だぞ。だから私はいいのよ、私はツルギザンデス君に見せる分には構わないけど、ツルギザンテツくんが見ることによってどうにかなってしまうっていう可能性が私は心配。ちょっと保留しますか。あー、ライチくん急にちょっときついかもしれない。ちょっときついな。いや、ライチジンゴくんが、その、すごい好きなんだよ。で、うわ、どうしよう。ライチくんに嫌われたらどうしよう。待って。いや、でも待って。消したいとまではいかないかもしれない。アカウントを消したいという気持ちまではいかないかもしれない。ああ、なんだろう、ずっと何かと戦ってる。いやでもライチくん、あ、でもそんな私が動画を見せたらどこ動揺してる、見せたところで彼の記憶には残らない可能性なくない？あるよ、ネチネチしてないもん。じゃあいいよ。なるはやくんどうかな、なるはやくんどうだと思う？まあきついよ。なんなら全員きつい、全員きついけど、でもアカウントを消したいまではいかないかな。うん、でもちょっときついな。基本陽キャにはきついですよ。なるはやくん、なるはやくん、なるはやくんか、なんか申し訳ない気持ちが一番大きいかな。うん、なんか私的には見せてもいいけど、ごめんねって気持ちが強い。あと、なるはやくんに対して私、口座番号教えろとか、絶対振り込んでやるからなとか、怖いことしか言ってないから、多分彼には見せない方がいいな。いや、でも貴重な一枠だぞ。ちょっと、一回、ちょっとスキップします。クオンくん、全然大丈夫です。クオンくん、全然大丈夫。なんだろう、もう、清々しいくらい一番平気かもしれない。何彼への安心感は。いや、あ、なんかありがとう。新しい自分に出会えた。全然 OK です。イエモンくんか。イエモンくん、いや、イエモンくん、ごめん。ろくな動画を作っていない。その、脅してはない。脅してはないって、やめてよ、そういう言い方するの。なんか、やっぱり脅してる。動画消したいはあれど、アカウントを消したいとまではいかないから、だからその人混みで肩ぶつかっちゃったかなぐらいのその不運だと思って見逃していただけるとありがたいです。五十嵐グリム、オッケーです。オッケーオッケー、もう何でもいい、何でも見て、今なら1000本ぐらいある、選んで。今村くん、なんか急にきつくなったわ。でもなんかいけるかもしれない。うん、でもなんかすぐ忘れてほしい。でもすぐに忘れてほしい。さっきの私とは随分違うわ。キャッピキャッピしてたもん。あまりにも、あ、全然 OK って人が見つかって、キャッピキャッピしてたもん。今村くんはすぐに忘れてくれるならいいです。シドウくん、ちょっと命の危機では。え、私無事？聞いてほしくない以前に、私無事ですか？場合によりますね。その、継続的な関係が、この後彼とあるんだったら、見せない方がいい。見せない方がいいって。でも一瞬だったらまだいいけど。あ、でちょっと茶化されるぐらいじゃない？くだらないことやってもちゅね。非正当だけでち。とかちょっと茶化されるぐらいでは？あ、だったらまだいいな。でも継続的な関係だとやめた方がいいから。貴重な1枠が埋まる。指導流星くんかな？ 3 枠目は。身の危険により。え、無理です。無理です。
助けて。レオくんはきつい。レオくんきつい。いや、嫌すぎる。泣きたくなる。レオくんは嫌だって、レオくんは嫌だって言ったじゃん。なんでそんなひどいことするの、なんで。だってよく考えてみてほしいもん。まず陽キャじゃん、ピッカピカじゃん。もうあれだよ、その自分がさ、そのお手製の漫画とかを書いて、その休み時間とかに見られて、へえうまいじゃんとか言われるような何かがあるぞ。辛いじゃん。陽キャに見せるもんはね、書いてくれ。本当にレオ君は私の精神的にきつい。そのアカウントを消したい。決まりですね。4番目はレオ君です。だってきついじゃん、きつい。優しい陽キャ好き、もうその時点できつい。はあ、なんか今のでほぼほぼ体力を使った気がする。ナギ君はきつくないことはないけど、別に私に興味がないから大丈夫ですね。ないもん、その感想とかも特にないもん。気持ちも動かない。そのマナコに移ってすらいない。大丈夫です。うわきつい、きついけど後で蒸し返しますか。後で動画の話蒸し返しますかね。私弱点見せちゃったから。いやでもアカウントを消したいとまでは一歩手前ぐらいでいかないかもしれない。ちょっとそのレオくんぐらいまでの精神的ダメージがないと難しい。私カラスくんの動画出してるわ。動画出してたわ。いやでもまだ大丈夫、まだいける。音谷くん大丈夫。音谷くんはうんいい。ちょっとパリピの傾向があるかもしれないけどいい。もう元々の根本は誰にも見られたくないからね。誰かに見られる世界線だったらもうとっくに消してるよ。エゴさんも大丈夫。エゴさん全然平気です。興味がないと思う。興味がないと思う。これに尽きる。ダメに決まってんじゃん。ダメだよ、アンリちゃんは。いけないよ、私の計画があるんだから。そのアンリちゃんは私の動画を見てほしくない理由の一つとしては、私のその浅ましさとか欲望とかが言ってしまうじゃん。違うもん、もうあちし何も知りませんって感じで、アンリちゃんに近づいていって、その可愛がってもらうことを前提としているから。そうだよ。でゆくゆくはハッピーバースデー違うよ、もう結婚まで行く予定なのよ、私の中ではね。ということはあれが聞こえてじゃちょっと悪いわけですよ、戦況が。なのでアンリちゃんはダメです。見られて恥ずかしいというか、私の計画の問題だから。アンリちゃん、アンリちゃん4番目か。そうなると誰だっけ、バチラ君とレオ君とシドウ君とあとアンリちゃんか。あと一枠しかない。そして海外組は全員大丈夫です。何せね、日本語ですから大丈夫です。絶対字幕はつけないでほしいけど。大丈夫だよ、もう異国のその変わった文化だって伝えてやる。それで逃げる。ときみつくんか、大丈夫。全然平気。ときみつくんがむしろ平気かはわからない、わかんない。でも大丈夫。オーシャ一番何の問題もないかもしれない、オーシャだから。キラくんダメですね。ダメだよ、あんなピッカピカの陽キャ。難しいって、心が痛い。助けて、アカウントを消すな。ああ、もうそうなると埋まってしまった。5人目がキラくんか。だってキラくんじゃん、あんなにピッカピッカしたさ、ピッカピッカしたさ、陽キャだよ、育ちがいい。そこはちょっとわからないけど。じゃあキラくんですね。ああもうない、もうどこにも行けない。5枠目が埋まっちゃった。キオラくん、うん。いや正直私だって恥じらいはあるよ。でもいい、精神的ダメージ度で言うと軽症。あ、俺は行く。まあいっか、だってもうないもん。もう枠がないもん。だからもうコメントもなくふんと見て終わるはず。お願いします。見逃してください。ひよりくん、ひよりん、なんか裏切りかな、なんひよりんを裏切った気さえする。
こういった動画を出していることさえ。でもスキップをする手札がもうない。ユッキーはその SNS 得意だと思うのよ。あともう大人気じゃないですか、ユッキーは。だから慣れてるからでも辛い、私は辛いよ。でもきっと彼はその受けることに対しての慣れがあると思うので、こういったね動画我慢する私が我慢をする。まあユッキー気にも留めないと思う。クロナくんはダメだよ。あのなんていうのかな、子供に見せちゃいけないそのホラー的なものを見せちゃったような、その何かがある。私はいけないことをしてしまったっていう自覚がとても強くある。なのに飛べる術を知らない。もう枠がないから。ごめん、私が弱かったから枠を守れなかった。で最後に潔くんだけど、もう枠がないじゃん。もうそもそも枠がないんだよ。あでも一周回ってみて潔くんだったらまあ大丈夫かな、その私の精神的ダメージね。うん、一周回って大丈夫かもしれない。うん、みんなをどうかなどうかなって真剣に一人ずつその吟味した結果、潔くん大丈夫だわ。ただレス場の時にそのネタを持ってこられると本当に精神がえぐれるけど、いい。いやでもそれにしても愛しブラザーズとナギくんへの信頼度がすごかったあとイガグリくんね、もうほぼほぼノータイムで考えずに大丈夫だったもん。あ、なんかあるんだな、楽しかったななんだかんだ楽しかった、すごい楽しかったけど、なんかレオくんの時の拒否反応が異常だった気がする。私助けてーだったもん。思いつきでパッパとね、そのお名前開けた子たちで今回やったので、あああの子がいないよとかあったら全然送ってください。なんか次もこういうことやると思うので、その時にその子もやります。ではここまでお付き合いいただきありがとうございました。